か。うおお、綺麗、めっちゃ綺麗。工場からできたバージョンですよね。マジどう？綺麗すぎる。これはいい夢だったからね。ねえ、いいね。時代のあれは感じますね。それはそう。テリー土屋の車の話始まりました。はい。いやー、なんかちょっとね、後ろがまたなんか素敵な雰囲気がしてますけども、そうですね、はい、皆さん気もそぞろだと思いますので、はい、始めちゃいたいと思いますけれども、はい、前回に引き続き近藤真彦さん、そして日産 GTR 開発責任者の川口さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、はい、でね、前回 GTR 愛を皆さん語ってましたよね。というわけで後ろをご覧ください。おお、すごい。今回は箱須賀マイショーでおなじみの初代スカイライン 2000GTR と最新の GTR であります R35GTR T スペック2024年モデル、そして R35GTR ニスモ2024年モデルがずらりと並んでおりますので、豪華ですね。新旧乗り比べをやっちゃおうかと思うんですよ。今日はいいんですってね。今日ですね、箱須賀ご提供してくださったのは東洋広田さんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。帰ってこないって言ってるけど大丈夫ですかね。あ、どうぞ乗ってください。あら、もう帰ってきませんよ。お願いします。これもどのくらい持ってんですか。今度で5年6年、はい、6年目ですね。じゃあ5年目も正直言って高かったですよね。はい、5年前もそうです。さらにまた上がって5年前だって1000万はするでしょ。買ったの時で1900万なんで。やめましょう、やめましょう、お金の話やめましょう。夢がなくなります。夢がなくなります。今これからね、川口さん、はいはい、こんな立派なの日産にもないじゃないですか。すごいですよね。はいですよね。まあうちも美術館みたいにしてミュージアムでね、ミュージアムがあるんですけど、そこには1台2台かなあるんですけど、まあそれと変わらないか、もしかしたらこっちの方が綺麗じゃないですかね。これ綺麗ですよね。本当にボディの歪みも一切ないですよね。これはもうフルレストアしたんですか。あ、そうです。はい。レストア済みを買ったんですね。エンジンルーム見せてください。はい。これこのね、艶消しのね、ミラーが好きなの。これが好きだったの。あ、そう。おお、綺麗。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですね。めっちゃ綺麗。いや、めっちゃ綺麗。これ何これ、すごいですね。日産が保管してんのかっていうぐらい綺麗。ここも変えてるんだ、全部。うんねえ、川口さんどうですか、エンジンの音。羨ましいですね。なんか私もこういう車に憧れてたんでね、なんかもう懐かしくて嬉しくなりますね。工場からできたバージョンですよね。マジどう？綺麗すぎる。すごい綺麗。綺麗すぎるよな。昔、今口屋さんやってみたいにエンジンルームとかで吹かせたんですよね。今の車はこんなできないですもんね。芸術品ですよね。本当素晴らしい。このエンジンは。カッカだ。はい、ありがとうございます。ちょっと中も見せてください。これは芸術品ですね。芸術品だよね。中も綺麗。いや、本当綺麗。本当綺麗。ちょっとマチ、ちょっと。いや、僕ね、子供の頃ね、これ窓が閉まってて、近所によくね、路上駐車してた R があったんですよ。それ学校行く時に必ず見て、でこう窓閉まってるからここまでしか見れないんだけど、レッドゾーンを見たくてしょうがないんです。ああ、なるほど。でもこれもうメーター奥入ってるでしょ。レッドゾーンが見れないんですよ。今見てくださいよ。いや、レッドゾーン見たかったんだ。うわ。いやー、どうですか。いやー、これはいい夢だったからね。ねえ、いいね。すげえ、本当すげえ。見てこれ、すごい綺麗ですね。この H 型、H パターン。こういうラバー類も全部綺麗にレストアするんですよね。こういうのも全部劣化しちゃうんですよね。普通はもうボロボロになっちゃいます。普通はもうひび割れしちゃって。上のストリップとか全部変えてますよね。すごいですよ。これ街怖くて走れないね。いや、普通に。いや、だってさ、なんか飛び石とかさ、なんか転がしてると。いや、かっこいいわ。かっこいいな。いや、これは綺麗だ。いや、すごいな。ちょっとね、泣いちゃうね。本当に。いや、これはもう男のロマンだよ。これはまあちょっとね、かっこよすぎるな。またまたこのホイールがまた。ね、昔の渡辺かな。渡辺の。ああ、なるほどね。もう GTR って言ったら渡辺だよね。そうですね。もうなかなかタイヤも手に入んないでしょ今ね。ないよね。あ、これタイヤも手に入んないんですか。タイヤは横浜の復刻版だよね。タイプ D の復刻版。いや、いいですかね。箱スカのジャンバー着てますよ。これ見よがしに俺ら箱スカ乗ってんだぞとね。イベント用です。そうだね。ちょっと見てやろうね。どんなジャンバーなの。ほら見てくださいよこれ。ほら可愛いよね。可愛いね可愛い。在日米軍の着てますよ。米軍でもないのに。これがいいんですよ。これがいいんだよね。これがいいんですよ。ああ、いいね。あと横浜ナンバーが似合うね。やっぱ箱スカはね。似合うね。はい。これやっぱり埼玉ナンバーじゃダメだね。埼玉だって R 持ってる人いますから。ちょっとやっぱりね横スカがいいよね。僕はでもあえておとなしめじゃなくてやっぱりじゃじゃ馬を買ったっていう悩んだんですけどね、どちらにしようか悩んだけど、やっぱりサーキットに出かけたりとかするんで、だからあえてわざとじゃじゃ馬にしました。これはね、ホイールは違います。横浜のタイヤもアドバンスポーツにしてもらって、俺ね黒頼んだ予定だったんだけど。ホイール昼間来ちゃったみたいな。でもこれはこれで俺は逆に今黒流行ってるから、こっちののが潔いよね。こっちの方が俺はかっこいいと思う。俺もそう思ってる。じゃあこっちにします。絶対こっちの変えません。変えない方がいいと思う。これは綺麗。俺もそう思う。でもやっぱりあらゆるところにおしゃれにねカーボンが出てるのがやっぱりスポーティーでいいかなと思って。いや、かっこいいわ。知らないから。おお、綺麗綺麗。初めて見ました。これで630。600です。あ、600馬力ですね。で、これはスペシャルエディションといって、通常のニスモと同じ馬力ですけど、一つ一つ使ってる分さらに精度上げて、部品のバランス取り直してるので。だからこのエンブレムが赤いんですよね。普通の匠っていうのはこの黒い文字で書いてあるんですけど、この赤文字だけはさらに精度の高い。聞いておいてよかったねこれ。これがちょっと聞き比べないと分かんないんですけど、やっぱさっき言ったバランスがよく取れてるんで雑味のない音になる。え、あっちとやっぱ音違う？違う。やっぱりこっちのとなんか時代のあれは感じますね。それはそう。まあ今の時代ですよね。そうですね。さあちょっと中を見せてもらって。室内ね。はい。室内はどうなんですかね。よいしょ。オーナーね。はい。オーナー昨日買ったばっかりだからね。今回やっぱこだわったのはこのシートですね。圧倒的にまた横号車上げたんで、ちょっと見た感じもすごくスパルタンで、まあ GTR のニスモの力強さ。逆にさ、スパルタンすぎちゃってなんかリラックスしないんじゃないかって。なんかいや乗ってもらえれば。座ってみたらいいですか？もう座ると走っていっちゃう感じがする。あ、本当だ。意外となんかね。実はこれパッと分けたんで、体に当たるところによってこう高度変えられるんですよ。自分の体が当たるところに合わせられるんで、で思いの肩があんまり狭いと動きにくくなっちゃうんで、こういったところの形。これ高さは上がるんですか？高さはね、リフトはないんですよ。前後だけで。あ、リフトないんだ。ないですないです。もうほとんどの体格の人はあんまり上げちゃうともう天井ぶつかっちゃう。そうなんだよね。なるほどね。これノーマルの GTR に比べてどのくらい軽いんですか？ニスモ40キロなんで。これが驚いてる場合じゃないね。40キロ軽くするってのはもう大変だよ。大変ですよね。40キロって何を何をできるだけカーボン、まあボンネットもカーボンだし、ルーフもカーボンだし、今あれですけどトランクリッドもこれ塗装してますけど、これも全部カーボン。カーボン。はい。あ、これもカーボンなんだ。で、リアのバンパー、フロントのバンパー、フロントのフェンダーもカーボンなんで。あ、そう。まあレーシングカーですね。ああ、レーシングカーだよね。これまたなんかちょっとエレガントな感じですよね。そうですね。これ実は22年モデルの時にもフルスペックで出させてもらったんですけど、基準車、我々属の基準車って言ってるぐらいの中で、まあいろいろ我々もこうニスモの車で勉強して、特にこの足回りの中のブレーキですね。カーボンブレーキでだいたい車トータル16キロぐらいかかるから。ブレーキでブレーキと、そうです、ブレーキキャリパーでキャリパーローターね。そうするとバネ下軽いでやっぱりちゃんと動くんですよね。これが我々どうしても実現したくて、すごく高いんですよこのブレーキシステムって。これも要は陶器なんで焼いてるんですよね、一個一個。なので作るのもものすごく時間かかるし、台数限られてちょっと高いんですけど、これ入れることによってまたいくらぐらいですかって聞かれますよ。まあね、ブレーキ4つだけで多分400万。でこの車自体いくらですか？1900万。1900。こちらは？こちら2900万。え？1000万違うの？1000万違うんですよ。そうなの？でマッチこの3000万の車乗ってんの？どういうことよこれ？どういうことですかね。いやだから。マッチはこれもいいんだけど、これは本当に普段乗りをメインにした人が買う車。こっちはニスモっていうのはもうサーキット走ってこのまんまで行けますよっていう車だから、マッチの場合はやっぱりこうモータースポーツ好きだから。これ大人ですもんね、これね。そうですね、大人な感じが。フロント買ってから見るとこれ全然なんかね、デザインのシルエットがね。そうですね、なんかまあサーキットだよね。違いますよね。T スペックの T って何の T ですか？はい、T スペックは土屋さんの T です。おめでとうございます。ありがとうございます。YouTube で見たんで、そうかなと思います。これ本当は何なんですか？本当はですね、我々開発するときに何の車作ってるって言えないんで、まあ暗号みたいな形でアルファベット2文字で車のまあ開発記号っていうのはその時 TM っていう。だからそういうもんなんですよ。Z で言うと GI とかいろいろこう昔2つのアルファベットで言ってて、まあ TM の意味はまあトラクションマスター、しっかりととにかくトラクションがかけられる車になりたいっていうのと、もう一本でトレンドマスター、もう生まれて16年経っちゃいましたけど、やはりこれが世の中に出る時には世の中のトレンドをやっぱりリードしていきたいなっていうことで、そういった意味合いがあって TM だったんですね。で今回この車を仕上げた時に、まあいろんな意味で集大成とまで言いませんけど、いろんなものが消化できてすごく高い次元でバランス取れた車できたんで TM スペックにしたかったんです、なんですけど TM ってトレードマークとかなんかそういうふうに思われちゃうんで、っていうのと先代まで使ってた V スペックとか M スペックになったんで一文字にしようって言って T になった。なるほど。土屋じゃないってことですね、じゃあ。そうですね、残念ですね。テリーでもないんですね。テリーでもない。これとそのニスモの違いっていうと室内、まあ外観も違いますけど。そうですね。はい、エンジンは基本型式一緒なんですけど、向こう600馬力で、こっち570馬力です。両方ともエンジン手組みですけど、ちょっといろいろ制御は違います。今30馬力が違いませんよね。そうですそうです。なんかよくわかんないんだけど、だから30馬力の差が普通に乗ったらわかんないね。え、なんかわかんないですよね。普通に乗ったらわかんないけど、その30馬力の差と40キロ軽いわけです。そうするとサーキットに行くとタイムがほんまに3秒変わってくるよね。ちょっと見てもわかんないと思うんですけど、見せてください。同じ手組みなんだけどね。細かく言うとタービン。あ、全然違う。タービンは違います。雰囲気違いますね、これ。タービン違うんだ。はい、タービン違うのと、まあエンジンカバーの色が。まあそうですね。あっち赤でした。はい。確かに組んだ人のあれが黒ですね。はい、こっちは黒になってますね。こっちも名前入ってんだ。塩屋さん。塩屋さんですね。でもこの技術の方ね、組んでる方も嬉しいだろうね。自分の名前が入る。いや、そりゃそうでしょう。ね、なんかそれこそね、家族の皆さんとかさ。俺の名前が入ってんだぞって言ったら、だって俺が組んだエンジンマッチが乗ってんだぜみたいな感じですよね。そう思いますよね。日本刀みたいなもんだよね。まあだから彼らは本当に責任を持っているので、これがもし不調があるとその組んだエンジンのメンバーに行くんですよ。で最悪そのエンジンをばらしてみたりとかするときも必ずその組んだ人がチェックする。ちょっとエンジンの音聞かせてください。へえ。これでもね、大変なんだよな、きっと。差が分かんない。こっちの方が分かんない。でもマッチさんのやつの方がちょっと音が高かった気がする。若干すごく微妙なんですけどね。分かんない。振動計とかつけるとこっちの方が嫌な雑味が。これがもっと雑味。なんかちょっと高い音だった気がしますけどね、若干。マニアックですけど。2000回転ぐらいで回すとちょうど振動が分かる。ものすごくちょっと座っていいですか。はい、どうぞどうぞ。ほらもうシートがゴージャス。だから先ほどとはまた違ってね。あ、ゴージャスゴージャス。これは T スペック専用の内装色なんで、ちょっと緑で外装色と合わせるような。なんか大人な感じしますね。そうね。いやもう本当にジェントルマンな GTR。本当だ。綺麗だね。これはいいですね。いやいいよ本当に。中乗ってるとなんかイギリス車に乗ってみたいな。ああそうかも。なんかねこのグリーンっぽいの。そうかもそうかも。ちょっとマッチに乗ってみて。はい。あ、こっちがいい。じゃ交換しましょう。いやでもこっちもいいよね。いい。落ち着いた感じしてね。そうそうそう。いいですいいです。ね。ああ了解です。いやそうなんだよ。大人な感じやっぱり。ねやっぱりそうだよね。大人な GTR だよこっちは。そうそうそう。なんか落ち着いて乗れるよね。まあ GTR にしもなってくると。そうですね。こっちはもう GTR の頂点だもん。そうですね。じゃあちょっとそろそろ新旧乗り比べ行っちゃいたいと思います。いいですか。行こうよ。はい。じゃあまず箱下からね行きたいと思います。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。